どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。バージョン 2.2 も始まりましたね。そして、ロビンの実装がついに来ました。いつものように、運任せガチャでやってみたところ、無事にお迎えができましたので、早速、育成を進めてみました。ロビンの性能については、レベル75で、光炎水は記憶の中の姿、奇跡は8に揃えてます。秘物は、ガンマン、囚人、戦衆のセットにしてます。攻撃力は3557とちょっと低めですが、こちらのステータスで試していきたいと思います。今回はロビンとルアンで編成が被るであろう追加攻撃と持続パーティーの使用感についてまとめてみました。エンドコンテンツで使用してどれくらい性能面での違いがあったのか気になる部分ですからね。また適正具合などもまとめてますので、最後まで楽しんでもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきます。まず、ロビンとルアンの違いをまとめていきたいと思います。性能の違いとしては、バフの数がまず違うっていうところですね。ロビンに関しては、会心ダメ、余ダメ、攻撃力、追加攻撃会心がありますね。ルアンに関しては、速度、余ダメ、弱点撃破効率、全体貫通、撃破特攻っていうのがあります。まあ、バフとしては、どちらとも余ダメを持っている状態です。数値的にも近く、全体に対して付与できるっていうのが強みですね。ですが、ロビンの方が攻撃力など、さらにステータスを伸ばすものが多くなっており、攻撃回数に依存するようになっています。一方、ルアンは弱点撃破や貫通ダメージと少ない攻撃で効率を上げれるようになっており、違った強みっていうところになってるんですよね。どちらとも火力アップにつながる部分っていうのはあるんですが、バフ以外の性能で適性が変わってくるなっていうところになります。続いて二つ目は、人生削り補助の違いっていうところです。この2人を比較する際は、人生削りの補助が大きな性能の違いとなります。これは相手の行動を抑える性能になりますので、強い敵ほど重要になってきますね。そのため、人生削りが重要となるボス戦などでは、ルアンの方が敵の抑え込みをしやすくなっています。一方、ロビンは味方の攻撃回数で敵の行動回数を上回れるかが重要となるので、必殺技のタイミングや編成がかなり重要となります。戦闘において敵の攻め方が変わるので、この点はかなり大事な違いになるのかなというところですね。続いての違いは攻撃回数の違いとなります。これは SP 温存に関わる部分ですね。ロビンを一通り試してみましたが、思ったよりも EP 効率が良く、必殺技がいい感じに回し続けれるというのが特徴でしたね。そのため、最初の必殺技を発動するまでは SP 貢献というところは多少できるんですが、発動してしまうとほとんど行動がない状態となります。この状態になると残りの3人で回す必要が出てくるので、SP 管理面では期待ができない部分となりますね。ですが、ルアンの場合は行動不能がない分、通常攻撃で SP の管理ができるので、回しやすくなっているなっていうところがあります。この違いは編成を組む際にかなり大事なので、違いとしては大きな部分に入ってくると思います。それでは、性能の違いについてもできましたので、エンドコンテンツでの使用感について話したいと思います。まず、裏庭に関してですが、弱点をつけるのであれば、ロビンの方が火力は安定しやすかったですね。逆に、少しでも弱点がつけないと、火力の伸びがいまいちになり、全滅することが多々ありました。裏庭11くらいなら、追加攻撃編成でも3、4ラウンドでお互いにクリアができるっていうところでしたね。ただ、ロビンの方が1ラウンド早かったっていうくらいです。この理由としては、1万近くの負荷ダメージが攻撃のたびに発生するので、総ダメージ量が上がったっていうのが理由となります。もちろん、ルアンの方でも人生削りでの貢献っていうのはありましたが、攻撃回数が多く弱点がつけるなら、ロビンに軍配が上がるっていう感じでしたね。ただ、どちらともオート戦闘でクリアは普通にできていたので、早くクリアするならロビンといった感じになります。ただし、弱点がつけるならっていうところですね。続いて、虚構叙事です。虚構叙事については大きな差が出ました。同じ追加攻撃編成で挑んだところ、ロビンの方が数値は高くなりました。その差としては1万近くついてましたね。まず、現在虚構叙事に関してですが、敵の回転もありますが、何より HP が高いっていうことがあり、ちょっと倒せないなっていうことが起きてしまいます。そのため、単体に対しての総ダメージを稼げるロビンの方が、ダメージとしては稼ぎやすく、それが効率につながったっていうところがありますね。もちろんルアンも人生削りの補助はあるんですが、敵の行動を止めるにとどまるんですよね。
倒しきらないと自分たちのターンを延々と消費していくことになるので、結果数値が出づらくなったなっていう感じでした。何回かオートで試してみましたが、追加攻撃編成で虚構叙情をするならロビンが優秀という感じでしたね。続いて追加攻撃編成と持続パーティーの使用感についてです。正直なところロビンは追加攻撃編成一択だなと感じました。まず追加攻撃編成についてですが、ロビンから見ていきたいと思います。ロビンに関しては単体に対して確実にダメージを稼げるというところと、攻撃回数と EP の回復のバランスがいいっていうのがありますね。ロビンの負荷ダメージについてはターゲット1体のみなので、単体特化の攻撃とは相性が良かったです。しかも攻撃回数が多いので、必殺技中なら味方が攻撃すればロビンも一緒に攻撃するようになっていたので、とても安定しました。また追加攻撃の回数が増えれば増えるほどロビンの EP も回復していくので、必殺技が終わった時にはまた必殺技を出せるっていう準備ができてスムーズでしたね。これがとにかく強くて EP 回復との相性が非常に良かったです。初めて追加攻撃編成を試した時、必殺技の回転が良すぎてびっくりしていたので、それくらい早かったなぁという印象がありますね。続いてルアンです。ルアンに関しては人生削りで行動不能にしやすいっていうのと、火力アップはするが単体だと微妙っていうのがありました。ルアンについて話していくと、人生削りやダメージの貫通といった特徴がありますが、これが単体だとそれを活かしきれてないなっていうのを感じましたね。人生削りの強みを考えた時は単体を倒すっていうのはもちろんあるんですけど、複数の攻撃でまとめて動きを止めれるのが強いっていうのがあります。そのため追加攻撃編成の場合は特定の誰かを倒すまで攻撃を続けてしまうところがあるので、攻撃が過剰になり人生削り補助やダメージ貫通がちょっともったいないことになっていたなぁと感じます。そのため他の編成と比べるとルアンの手持ちぶたさがちょっと出てしまうなぁっていう感じがありましたね。悪くはないんだけど良すぎるわけでもないっていう感じです。ただ相手の足止めは十分できるので、手動ならちょっとは変わってくるかなというところです。オートだとちょっともったいないなという感じはありました。追加攻撃編成で組ませるならロビンの方がやはり相性がいいなというところです。バフの数とかから見てもね、ロビンの方がいいかなと思います。では続いて持続ダメージ編成について話していきたいと思います。まずはロビンからです。ロビンに関しては攻撃力アップの貢献がでかいっていうのと、 SP 枯渇でアタッカーが動きづらいっていうのがあります。ロビンに関しては持続パーティーの期待もしていたんですが、正直なところ持続パーティーには向かないなっていう感じです。グラニア12をチャレンジした時にこちらの編成はクリアに影響するくらいの差になったからですね。正直こちらの方だとオートはクリアできませんでした。でこの理由としてなんですが、ロビンの負荷ダメージを活かしきれず火力が結果的に落ちてしまうことが原因となっていると思います。実際プレイしていてバフの補助はありがたいんですが、魅力の負荷ダメージが一切稼げないというところなんですよね。やっぱどうしても攻撃の回数が少なく感じました。この負荷ダメージが1万とか出るので意外とバカにならないダメージなんですよね。そのことを考えると攻撃回数が劣る持続パーティーはちょっと噛み合わなかった気がします。ただルアンがいないなら代替として使うのは十分ありな性能なので、ルアンと比べるとっていうところの話ですね。続いてルアンについてです。ルアンに関しては複数攻撃と人生削り補助の相性がいいっていう点があります。もう一つはダメージ貫通でそれなりに火力が安定するっていうところですね。持続パーティーに関してはルアンはやっぱり相性が良かったなっていうところがあります。カフカやブラックスワンのように複数攻撃が多いキャラがいるため、人生削りの補助をもらっているとまとめて動きを止めれるのはかなり強かったなと思います。またダメージ貫通もそれなりにするので、持続ダメージと合わせてよりダメージを通せるのはかなり使い勝手が良かったなっていうところでしたね。やっぱこの編成においてはルアンの方が軍配上がるかなというところです。この相性の差が結果として最適の編成に大きな差を与える部分になったのかなと思いますね。なのでロビンに関しては追加攻撃編成、ルアンは持続パーティーと相性がいいという感じになるかと思います。ただルアンを所持していならつなぎとしてはありかなっていうところですね。それでは最後にロビンのガチャについて改めて評価したいと思います。実際に使ってみてね、どういう風な評価に変わったかっていうところです。でルアンと比較してみてより確信を得た部分がありますからね、そこら辺についても話していきたいと思います。それではおすすめの人です。おすすめの人はまずレイシオ、トパーズ、アベンチュリンのいずれか2体を所持しているっていうのが大事ですね。
今回編成を試して感じたのは、追加攻撃編成で使った方がよりロビンを活かせるっていう風に感じました。まあ、思ったよりも依存高かったなと思ってます。そのためレイシオ・トパーズ・アベンチュリンの3人のうち2人は所持していて一緒に使えるのが一番ベストかなと思いますね。追加攻撃の回数に依存してダメージもどんどん変わっていきますので、ロビンを活かすならっていうところを考えると最低2体は持っておきたいところかなと思います。続いて2つ目です。星5調和を1体だけ所持しているっていう状態ですね。まあ、ロビン自体はバフが非常に強いので、星5調和の所持数が少ない人には非常にいいのかなと思います。ここで大事なのは、最適な編成は追加攻撃のキャラというところですが、最適というだけで他では使えないというわけではないです。まあ、追加攻撃っていうところで言うと、ヘルタやヒメコと言いますが、こちらと組み合わせれば虚構除菌に関してはかなり強くなりますので、レイシオ・トパーズのように追加攻撃特化のキャラがいなくても大丈夫かなと思います。まあ、それだけバフの性能高いですからね。ただしここで注意なんですけど、現環境だと追加攻撃編成は単体特化のチームになるので、エンドコンテンツと相性が微妙になっています。まあ、先ほどのレイシオ・トパーズ・アベンチュニを入れた編成ですね。この場合だとどうしても偏りが出るかなというところです。ただ今後単体特化のコンテンツが来てくれると活躍する場面が増えるのかなとも思いますので、期待はしたいところかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。